広報小田原、今回は除夜の鐘、そして第74回小田原元旦初泳ぎについてお話を伺います。観光課の鈴木さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。鈴木さん、年末が近づいてまいりました。まずは除夜の鐘の概要を教えてください。はい、除夜の鐘は小田原仏教会の協力のもと、その名の通り大晦日から年明けにかけて鐘をつく小田原の毎年の年末年始の恒例の行事になります。開催場所は小田原市民会館横、国指定史跡でもある大手門跡、通称鐘つき堂です。この鐘つき堂には大きな鐘楼がありまして、小田原の町に毎日午前6時と午後6時、今も現在知らせております。でその鐘楼を、大晦日の午後11時45分ごろから、年明けにかけて108あると言われる煩悩を払うために108回つき、新年を迎え、新たな気持ちで迎えるというものになります。はい、この除夜の鐘はどなたでも参加できるんですか？はい、除夜の鐘についてはどなたでも参加できます。鐘をつく回数は先ほどお話した通り108回となっておりますので、たくさんの方に、除夜の鐘をついてほしいなと思いますので、一人ではなくグループの皆様で ご協力いただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは会場までのアクセス方法と日程を教えてください。はい、除夜の鐘の会場につきましては、小田原駅東口から、徒歩10分、小田原市民会館のすぐ横となります。会場には専用の駐車場はございませんので、当日は、特別ダイヤで電車の方が運行しておりますので、お越しの際にはできる限り公共交通機関をご利用ください。でまた自家用車でもしお越しの場合につきましては、周辺の有料駐車場をご利用いただければと思っております。はい、で、開催日程につきましては12月31日午後11時45分ごろからになります。小田原の時を伝える鐘楼をつくことができる、なかなか体験できないことになりますので、ぜひ皆様お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは続きまして、第74回小田原元旦初泳ぎ、こちらの概要を教えてください。はい、今年で74回目になります小田原元旦初泳ぎは、小田原の新年を祝う小田原の恒例行事となっております。毎年小田原市水泳協会の会員や地域のスイミングクラブ所属の選手が初泳ぎに参加させていまして、初日の出を見に来た市民の方や観光客と一緒に新年を祝うというものになっております。はい、元旦に海というとかなりの寒さでしょうね。はい、去年は16名の方に参加していただいたんですが、その際は、気温が3度、水温が15度となっておりまして、かなり寒そうでしたね。はい、で今年もおそらく同様の気温水温になると思いますが、参加者の方は1年の海の安全や小田原市民の健康を祈願するというために頑張っていただいております。はい、なお初泳ぎにつきましては、一般の方は参加できませんので、そこだけ ご了承いただければと思っております。それでは会場までのアクセス方法と日程を教えてください。はい、初泳ぎ会場となります御幸の浜会館は、小田原駅東口から徒歩20分のところになります。でこちらも除夜の鐘の会場と同じように、駐車場専用の駐車場がございませんので、当日は同じように特別ダイヤで電車が運行しておりますので、お越しの場合にはできる限り公共交通機関をご利用いただければと思います。で、自家用車につきましても同じく周辺の有料駐車場の方をご利用いただければと思っております。はい、開催日時につきましては令和2年元旦初日の出から、始まる6時50分ごろの少し直前に開始いたしますので、よろしくお願いします。それでは最後に一言お願いいたします。はい、除夜の鐘、元旦初泳ぎ、両方とも伝統的な行事になっております。除夜の鐘は1年の締めくくりに、元旦初泳ぎにつきましては1年の幕開けにと、ぜひたくさんの皆様お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。広報小田原、今回は除夜の鐘、そして元旦初泳ぎについてお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。広報小田原、この時間は歳末火災特別警戒のお知らせをお送りします。お話をお伺いしますのは小田原市消防本部警防計画課の春日さん、そして消防課の加藤さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。さて、年末になりました。今回は歳末火災特別警戒についてのお知らせということなんですけれども、はい、こちらはどういったものなんでしょうか。はい、
歳末は寒さを増しまして、暖房器具の使用も多くなります。また、年末年始と、慌ただしくなることもありまして、火災が多く発生する恐れもあります。消防機関の総力を挙げまして、特別警戒また、巡回広報等を実施いたしまして、住民の皆様が、安心して、新年を迎えられるよう、12月26日から12月31日まで、実施されます。はい、12月の26日には出陣式が行われるということなんですけれども、こちらの出陣式はどういったものなんですか？はい、小田原市消防職員消防団員の士気高揚を図るため、小田原市消防本部南側の鴨宮運動広場で26日20時から消防署および消防団が集結し実施します。消防団、地域の消防団など大勢の方がお集まりになるわけですね。はい、はい、さて、歳末に向けてということで、先ほども春日さんからお話ありましたけれども、はい、やはり暖房器具使うことも増えます、はい、またね、やっぱり何かとバタバタするんで、例えばちょっと火の消し忘れだったりとかっていうことももしかして増えるかもしれません。そうですね、はい、私たちが家庭でこう歳末にこう強く意識したい、はい、火災予防というのはどういったものなんですか？はい、電気器具のコンセント周りなんですが、こちらにホコリが溜まっておりますと、火災の原因になる恐れがありますので、大掃除の際に、コンセント周りを確認していただいて、そういったことも火災予防の一環につながると思います。はい、また、外出する機会も多くなると思いますので、外出際には、戸締まりや、火の元の確認をお願いしたいと思います。はい、歳末ね、物騒ですから手締まりもそうですし、はい、そうですね、やっぱりね、いつも以上にいろいろなことに気をつけたいですね。はい、はい、この時間は歳末火災特別警戒についてお話をお伺いしました。春日さん、加藤さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はじめは手拍子と掛け声です。元気よく前に進みます。後ろに左回りです。次は腕の曲げ伸ばしと背伸びです。左足、右足です。大きく上に伸び上がりましょう。右足、左足、肩と背中ほぐしです。肩を引き上げて下ろします。両手を合わせて背中をゆっくりと動かしましょう。もう一度繰り返します。側頭とツイストです。左に両足を揃えてツイストです。次は右に移動しましょう。ツイストです。体側とバランスです。左脇腹を伸ばします。右脇腹、左足を上げてバランスを取ります。右足、右脇腹を伸ばします。左、右足を引き上げます。捻転と体の回旋です。左にひねります。右に、左に大きく体を回しましょう。次は右にひねります。左、前曲げと後ろ反らしです。体の力を抜いて前にゆっくりと起き上がります。左手を上に、背中を伸ばします。もう一度繰り返しましょう。次は右手が上です。重心移動と足踏みです。左手、左足、前、後ろ、左からナンバーステップを踏みます。次は右手、右足、右にナンバーステップです。手伸びと深呼吸です。手を横に、息を吐きます。大きく上に伸びましょう。手を横から下ろします。繰り返しましょう。
ー